私はあまりうまくないんですけれども、声が変わっていて個性があるということで、ドクマジャパンさんから日本ウクライナ移籍して、今それに立っております。それでこれから全国で40名の中にカラオケ大使という仕事をいただきました。それでキャンペーンに浅草から1日2件ぐらいですね、チャリテーやりまして、東日本大震災の寄付ですね、それを自分の CD を売りながら1週間に2回だけダムの宣伝で回っていきます。よろしくお願いします。Thank you.